平成22年9月1日水曜日、菅総理は防災の日に総合防災訓練を行いました。今年度は東海地震、東南海地震、南海地震が突発的に同時に発生した場合を想定し、午前7時ごろ和歌山県南方沖を震源とするマグニチュード 8.7、 最大震度7の地震が静岡県、愛知県、三重県、和歌山県などの極めて広範囲で発生した想定で行われました。総理大臣官邸での地震災害応急対策の実施体制の確保などを図る政府本部運営訓練では、全閣僚出席のもと緊急災害対策本部会議を開きました。これより緊急災害対策本部会議を開会いたします。本日7時、山梨県、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、高知県など東海、東南海、南海にわたる極めて広い範囲で大規模な地震が発生しました。総理から政府一体となって対策を推進するよう指示がありましたので、先ほど臨時閣議を開催し、緊急災害対策本部の設置を決定したところです。それでは本部長の総理からご発言をお願いいたします。この重大な局面にあたって、国民の皆様の安全を確保するため、人命救助を第一に極力被害を軽減するよう、被災自治体と連携しつつ、政府が全力総力を挙げて対策を実施する必要があります。各省庁においては早急に状況を把握するとともに、迅速かつ的確な対応を行うよう指示をいたします。まずこれまでの状況把握と対応について報告をお願いします。その後の内閣総理大臣記者会見において、菅総理は緊急対策本部の設置、政府の対処方針の発表、国民への呼びかけを行いました。本日午前7時、和歌山県南方沖においてマグニチュード 8.7 の甚大で広範囲な地震が発生いたしました。甚大な地震の範囲は、東は静岡県駿河湾から紀伊半島、西は高知県沖に至る東海、東南海、南海の極めて広い範囲であります。多数の死傷者や建物の崩壊、火災など非常に大規模な被害が発生をいたしております。今回の地震は、これまでに例を見ない広範囲にわたる甚大な地震であり、その被害が極めて甚大なことから、8時20分に平成22年東海、東南海、南海地震緊急災害対策本部の設置を閣議決定をいたしました。東海地震を想定して行われた静岡県伊東市総合防災訓練会場で、政府調査団として自衛隊機で会場入りし、土のう作成、簡易担架による患者搬送、病院護者支援、炊き出しなどの訓練を視察しました。訓練後の閉会式で菅総理は、この防災の中で最も重要なことは、人間と人間の助け合い、まさにそこにあると思います。政府としても全国、特にこの東海地方の地震というものが大変心配されている中で、皆さんと共に備えあれば憂いなしと、しっかり自信を持って言えるように頑張ってまいりたい。視察を終えた菅総理は、9月1日はかつての関東大震災、
もう90年近く経ちますけれども、まさに、災害は忘れた頃にやってくるということで、まあ、大変、この防災訓練の重要性はますます高まっていると思っております。まあ、今日はこの静岡県、伊東市に、お邪魔しまして、この防災訓練に単に視察というよりも私自身も参加をさせてもらいました。私は一番感激したのはですね、いろいろ自衛隊や警察や防災の自主防災の皆さんも頑張っていただいた中で、さらに小学生、中学生、高校生がですね、積極的に参加をしてくれている。私も一緒に土のう作りとか簡易の搬送の担架作りとか、そういうものに一緒に私自身も加わらせていただきましたが、まさにそういうこの助け合いの気持ち、それがいろいろなこの機材も必要ですけれども、何よりもこの防災という面でですね、あるいは災害が起きた時の備えとして非常に重要だと思いまして、そういう小学生、中学生、高校生の参加というものがこの幅広い地域の防災力を強めるものと、このように思っております。もちろん政府としても、今回は東海沖だけではなくて、三連地震を想定した訓練を全国的にやっておりますけれども、そうしたことに備えた体制をより強化していきたいと、こう思っております。